はい、皆さんこんにちは。スタンピンアップジャパン公認デモンストレーターのウェラードさとみです。これですね、今日ブログでご紹介のカードなんですけれども、写真だとね、なんかね、うまくこのキラキラ加減とか素敵さがね出ないと思ったので、ちょっとビデオにしてみましたよ。わかりますかね、キラキラ。ちょっとライトをつけてるんでキラキラ分かっていただけると思うんですけれども、これですね、構造的にはちょっとこれ取れるんですけど、まだ。はい。最初にですね、これをスタンプしたんですよね。で、そのパネルを、このタイムレスタグの、台でですね、カットしちゃったんですよ。で、穴開きますよね。で、その裏に、グリマーペーパーをマッティングしました。そしてで、こちらも同じタイムレスタグのこのオバル台なんですけども、これに蝶々の台で穴開けたんですよね。で、それをこんな風に上にかぶせると、結局これ同じ台ですのでサイズ同じですよね。でも蝶々の部分だけ下のグリマーペーパーがキラキラーと見えるということなんですよね。そしてちょっとね、作ってみて意外だったというか嬉しい驚きだったのは、クラフトインクがですね、このパーフェクトプラムのカードストックに結構映えて、白がね、結構まあくっきりというか、思ったよりもくっきりね出たんですよね。で、そしてここ分かりますかね、ちょっとずつこう色がついてるところありますよね。これはブレンダーペンで、普通の何て言うんですか、インクパッドを使って着色するときと同じ要領で、このクラフトインクでもやってみました。ただし、これギュッギュッて押さえれば、通常ですね、通常のインクだとここに白いのがたまりますよね。でも私全体にこれ輪郭してるわけじゃないので、時々ね、ここに漏れたりする部分があるんですけど、こういうとこをね、チラチラチラっとブレンダーペンで取ったり、あとはもうそのままこの端っこをですね、ブレンダーペンでこの端っこをちょんちょんちょん取って、もう直接インクパッドからですね、ブレンダーペンにインクをつけて、でこんな風に着色してみました。お揃いのタグはこっちです。もうこれももうね、ほんと可愛くってね、かなりな自己満足の世界なんですけれども、同じ要領で、ここもお花の台でオバールカットしてますよ。そして実はですね、これ、ここをね、カットした分の再利用なんです。無駄にしませんよ、ということで。そしてこのお花のね、台をカットして、後ろはですね、全く同じサイズなので、チラッと覗かせるために、わざともともとこういうふうに何て言うんですか、ずらして貼ってみました。で、こちらディメンショナル盛り上げですね。で、タグもですね、お揃い感を出すために、こちらで使ったブレンダーペンで着色ということで、今回こちらはパーフェクトプラムのインクで枠を押して、中はシュガー、いきなりド忘れしちゃった、なんだっけ、スイートシュガープラム、そういえばどちらもプラムついてますね、ということで、スイートシュガープラムのインクで、着色してみました。はい、こんな感じで実物の雰囲気よく分かっていただけたでしょうか。